コンウィ城は、イギリス、ウェールズ北部の都市コンウィにある城。英語表記は、コンウェイ城とも。13世紀、イングランド王エドワード一世が、ウェールズ遠征の拠点として築いた城は8本の、円筒と外壁が残り、1986年、カーナーボン城、ビューマリス城、ハーレフ城と共に、グーイネズのエドワード一世の城郭都市壁として、世界遺産に登録された。 イギリスの画家、ターナーほか、この城を描いた作品が数点ある。もともと、コンビは、グーイネズ王国のルエリン・アプヨーワースの飛護を受けた、死闘回収動員が収めていた。1276年以後、イングランド王エドワード一世は4回にわたり、ウェールズを侵攻し、イングランド軍は1282年の最後の、攻撃でカーマーゼンから北進して、 翌1283年3月にコンビを占領した。イングランド王は、ウェールズ遠征の中心拠点となる城を建てるよう命じ、ジョンド・ボンビラールの監督のもとマスター・ジェームズは、築城を主導する。城郭の内城壁と塔は1283年から1284年に、渡って築かれ、木内の建物は1284年から1286年に、 工事が始まると、1287年には完成した。1294年に、オワイングイネズのつぐまご、マドグアプルウェリンが放棄市場が包囲されると、エドワード一世は、海軍の応援がつく翌年まで老上している。その後、コンビは活気を失い、エドワード黒大使が、支配権を引き継ぐまで低迷が続いた。城は、自重のジョン・ウェストにより、大規模な修理を施され、 黒大使が没すると、城は再びアレルに任された。バラ戦争の際には、ランカスター家とヨーク家の対立を背景に補強されながら、実戦には使われていない。16世紀初頭に、ヘンリーパスセーが手を加えて、以降、軍事拠点としては境外化し、もっぱら品格を迎える施設、または倉庫として使われるようになった。18世紀に入るとこの城は、遺跡という画題として、 ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー、トマス・ガーティン、モージズ・グリフィスなど多くの画家に描かれた。1953年、城は英国建設省に貸し出されると広範囲にわたる修理と城の歴史調査が始まり、1986年にはグーイネズのエドワードを一世紀の城郭と支壁として世界遺産に登録された。姫路城とは2019年10月29日に、 兵庫県姫路市において、姉妹情提携を結び、英国ウェールズとの文化、芸術、教育、観光の交流促進を趣旨とする活動が始まった。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。本文客中の転居、主な執筆者名の五十音順出典ではない資料。 発行都市順1300年代初期の史壁と城塞の立体地図見取り図、ありがとうございます。